今回は、フォームフォーヘルパーメソッドの中身がどういうものなのかっていうのを見ていきます。今回は、初心者の方でも、把握しておくべき内容に絞ってのお話になります。なので、すべての内容について解説するものではありません。重要なところをまず見ていきましょう。まずは2行目から、この12行目までの中身です。これは、if blog.error.any、はてなマーク、ここから end までが一つの塊です。ワンセットになっています。これはどういう意味なのかということをお伝えします。この form for blog do f という形で、ブログの中に入っているインスタンスは、ここに入りますよ。一度、一個ずつ入りますよというような意味なんですが、ブログという中身が、この f というところにスポッと入ると思ってください。そしてそれが end、ここで終わるまでの間に、この if blog.error any っていうのは、このブログというインスタンスの中に何らかしらのエラーがもし、万一潜んでいたら、そしたら、エラーを表示させるよっていう意味なんです。そのエラーの表示される内容がこの中に書いてある内容です。で今回は詳細は割愛します。この内容については、もう少し詳しく、理解が深まってきたら、理解するようにしましょう。でその次ですね、14行目からこの26行目。ここまでが大事です。でこの中に書いてある、特に f.label タイトルや、f.textfieldtitle、あとは f.labelcontent や f.textareacontent。これが重要です。これをまずは読み解けるようになりましょう。まずこの f. の f っていうのはどこから来ているかと言いますと、この doF、この f から来ています。でこの f は何なのかと言いますと、これは form for method というのは、doF、一旦その何らかしらのインスタンスを受け取ったら、それを一旦この f という変数の中に入れて、それを使ってですね、end、この終わるところまで一連の処理を使いますという意味です。この f の中に入ったものは、この f.label の f です。ここの中に入ったものは、ここによって呼び起こすことができるというようなイメージです。ここで、ラベルというのは、プレビュー画面のこのラベルを作っています。そして、それは名前はタイトルですよというふうにしています。f.textfieldtitle というのは、これは、f、この中のテキストフィールド、つまり入力欄を作りますよ、ということです。そして次に f.labelcontent。これは言わずもがな、こちらのコンテンツのラベルのことです。そして f.textarea のコンテンツというのは、テキストエリア、つまりこれは伸ばすことができるんですね。これを少し伸ばしていくんですね。自由自在に伸ばすことができます。このようにして入力フォームを作るということをやっているのがフォームフォーです。そして、この25行目に書いてある f.submit。submit っていうのは送信するという意味ですね。これが、この create blog っていうものを作っているわけです。で実際にこれ HTML ソースで見ると、この form for タグからですね、この中にある、div クラス、field、ブログタイトル、タイトルですね、テキスト。こういったものを簡単にですね、たったこれだけの文字量で作ることができてしまうという、優れたメソッド。フォームタグの生成お助けメソッドになっ